今回はオーライトの4600ルーメン、照射距離260メートルのフラッシュライト、シーカー4プロで夜の桜を見てみたいと思います。というわけで桜が咲いている公園に来ました。街灯に照らされてね、桜が綺麗に見えます。では街灯がない暗い方へライトをつけてみます。4600ルーメンにします。やはり明るいですね。でもちょっと桜が白っぽく見えますね。近いと光が強すぎるのか白飛びっぽくなりますね。少し距離があるといい感じですね。さすがに暗くて見えなかった桜も下からのライトアップで華やかになります。でもライトがクールホワイトのせいか花びらがやはりねちょっと白っぽく見えますね。いやー、若い頃は桜などには興味がなかったんですが、年取っちゃったせいか花を見ると気分が落ち着きます。街灯の光の方がいい感じでピンク色になっていますね。こんにちは。たまに桜を見る人もいます。その人たちもフラッシュライト、懐中電灯ですね、これを持って照らしながら歩いているんですけども、さすがにこちらの光が明るいのでこっちの光でね堪能するようです。お互い挨拶してね気分もいいですね。注意点は明るすぎるので上を向けている分にはいいんですけども、間違って他の人にね向けないようにしましょうね。すごく明るくていいライトなんですが、その分配慮が必要になってきます。撮影なんで4600ルーメンにこだわって照らしているんですけども、やっぱりね手前の花は白く映ってしまいますね。参考になれば幸いです。ちなみにウォーリアー X4 だとこうなります。やはりタクティカルライトなんで、ちょっと桜を見るには適さない感じですね。遠くの桜にはいいかもしれません。林とかにはいい感じですね。では真下から照らしたところを遠目で見てみます。こんな感じです。ちなみにオーリア X4 だとこうなります。直線上に光が走ります。でこのライトは照射距離が260メートルなんで、結構遠くても桜照らすよねってことで、後日小岩井農場の一本桜を撮れるかどうか試してみました。距離は110から120メートルです。ピンボケしています。光は届いているようですが微妙ですね。というわけで距離が630メートルのウォーリア X4 と掛け合わせてみたらなんとか見えるようになりました。黄砂も来ていたので光の距離の障害があったのかもしれませんが、正直もう少し照らしてほしかった。予定では七分咲きなんですが、今年の一本桜はウソという野鳥につぼみをかなり食べられたみたいで綺麗には咲かなかったようですね。さらに後日今度は日中にね小岩井農場に来ました。夜の映像のみだとどれくらいの距離かちょっと分かりづらいかなと思った次第です。桜はかなり散ってきています。一本桜は葉桜になっていました。観光客もちらほら見えて、ちょっと残念がっていました。桜のバックにある岩手山ですが、本来ならもっとはっきり見えるんですが、まあこんな感じでね、すごく薄く見えます。これは多分黄砂の影響ですね。でここから桜までがまあだいたい110メートルぐらいで、その距離の間の黄砂の影響はねどのくらいかはちょっと分かりませんが、光がやっと届くかなって感じかなと思いました。今回はオーライトのシーカー4プロで夜桜を照らしてみました。で自分の感覚としては5、60メートルくらいまでは普通に照らしますが、それ以上の距離になるとその分暗くなってくるって感じですね。気になっていた人の参考になれば幸いです。ではまた。